ラモス、お前は監督じゃないだろ。津波聡氏が暴露した森保監督の現役時代の素顔とは、ワールドカップカタール大会で指揮を取った森保監督の現役時代のことを津波聡さんやラモス・ルイさんが語っています。この動画ではそんな森保監督の高校時代のやんちゃだったと言われる素顔やサッカー選手としてのこれまでの経緯を紹介します。森保監督の素顔とは、サッカー元日本代表のディフェンダーであり、解説者の津波聡氏は2022年12月4日アベマ的ニュースショーに出演しました。そして FIFA ワールドカップカタール大会で決勝トーナメントに進出した日本代表の森保監督について語りました。津波聡氏は MC の千原ジュニアさんに森保監督の采配をどう思うか聞かれ、次のように答えていました。最高です。専門家的に言うと、この4年間は結構はっきり動かない方で、皆さんが文句言っていたんです。しかしカタール大会から人がガラッと変わって、本大会用だったんです。試したっていうか、我慢しながら見せないこともあるだろうし、もともと3バックはサンフレッチェの時はお得意のシステムだったので、伝えるのはうまいですし、見事にやらせていますね。確かに森保監督の采配はワールドカップカタール大会の前までは結構叩かれていましたし、大会のメンバー選出の時もいろいろと非難の声が上がっていましたよね。また森保監督の人柄について、普段はどんな方なのですかと聞かれ、津波聡氏は次のように答えました。同じチームだったけど、森保は真面目でしたね。僕らの時代はラモスさんというスーパースターがいて、ラモスさんの言うことを聞かないとビビって何もできないくらい、握って言ったら右に出してるような人たちばっかりだった。森保だけは無視して監督の言うことを聞いていました。だからラモスさん、ふざけんじゃないぞ、俺に出せよお前ってずっと怒っていました。森保監督は当時ラモス・ルイさんのことを、お前は監督じゃないだろと思っていたのかもしれませんね。一方、元サッカー日本代表のラモス・ルイさんは情報ライブミヤネ屋に出演し、 FIFA ワールドカップカタール大会で日本代表が初戦でドイツに勝利したことについて、後半は本当に素晴らしかったと日本代表を称えていました。そして共にドーハの悲劇を経験した森保監督の現役時代の話になると、所属先だった松田で初めて森保監督を見た時、今の遠藤航選手みたいだったといい、1対1が強くて読みが鋭く、相手が何を考えているのかを先に考えるタイプだったと振り返っていました。また日本代表時代について、いつもチームのことを考えていて目立ちたくないって思ってるタイプだった。目立つのはラモスさんとかカズで言い寄って、自分が犠牲になって構わない選手だったと言い、自己犠牲を惜しまず縁の下の力持ちになっていたと語りました。そして今考えると彼はかわいそうだったねと言い、当時の日本代表選手はラモス・ルイさんを筆頭に三浦和義さん、北澤剛さんといったタレント揃いだったから、森保監督の献身ぶりに改めて感謝している様子でした。森保監督のプロフィールと経緯とは、そんな献身的な森保監督ですが、サッカーを始めたのが小学校5年生の頃だったそうです。森保監督は父親が造船関係の仕事をしていた関係から転勤が多く、静岡県に生まれた後、小学校に上がる前までに神奈川県や愛知県にいたこともあります。小学校時代は長崎県長崎市に落ち着くこととなり、小学校6年から土井の首サッカースポーツ少年団に所属していました。第4回全国少年サッカー大会に出場していますが、意外にもその頃はゴールキーパーでした。彼はサッカーを始めて1年で全国大会に出場していますから、それだけサッカーのセンスがあったと言えるでしょう。高校は当時のサッカー強豪高校である長崎県立国見高校へ進学しようと思っていたのですが、受験に対する彼の態度が不真面目だったことから父親から反対されたそうです。結局森保監督は長崎日本大学高等学校に進学することになり、攻撃的なミッドフィールダーとして山梨国体では選抜に選ばれるほどに実力を発揮していました。しかし当時は長崎県立国見高校や長崎県立島原商業高校が全盛期だったこともあって、
インターハイや選手権など全国大会には出場できませんでした。ところで森保監督は高校時代はやんちゃだったと言われているのですが、どんなことがあってそんな風に言われるようになったのでしょうか。それは森保監督が高校時代にレッドカードを2度も受けてしまったというエピソードがあったからでした。森保監督がレッドカードという一番重いペナルティを受けたのにはちゃんと理由があって、チームメイトがラフプレーでやられたからでした。森保監督は普段は献身的で目立たない選手ですが、チームメイトがラフプレーを受けたことで仲間のことを思って相手チームの選手にやり返したというわけです。そうしたエピソードには森保監督が自分のチームに対する熱い思いがよく表れています。見た目ではそんなに情熱的な感じには見えない森保監督ですが、チームへの思いは例えば日本代表のメンバーに対しても熱いものがあることが今回のワールドカップカタール大会でもよく分かったのではないでしょうか。森保監督は高校を卒業してからもサッカーを続けたい気持ちが強く、そのためクラブチームを持っている企業を探し東洋工業に入社しました。ただ彼は高校時代にこれといった実績がなかったこともあり、入団テストでもあまり良い評価は得られませんでした。しかし当時東洋工業の監督だったハンス・オフトさんから彼の選手としてのバランスの良さと視野の広さを認めてもらい合格することができました。そして後にハンス・オフトさんは日本代表の監督となり、森保監督を代表選手として招集することになりますから、ハンス・オフトさんの選手を見る目があったと言えるでしょう。ただ森保監督が実際に日本代表の選手になれたのはその数年後のことです。それまでの森保監督は選手としてはなかなか注目されることはありませんでした。2軍での生活が2年間ほど続き、3年目にしてやっとトップチームでプレーすることになりました。当時の東洋工業は J リーグの前身の日本サッカーリーグでしたが、後にサンフレッチェ広島となり、森保監督は1992年に日本代表に招集されました。そこで彼は日本がワールドカップ初出場する夢が叶わなかった、俗に言うドーハの悲劇を経験することになります。また1998年にハンス・オフトさんが監督だった京都サンガにレンタル移籍し、翌年にサンフレッチェ広島に復帰しました。その後2002年にベガルタ仙台に移籍し、翌年に戦力外通告を受け2004年に選手を引退しています。現役引退後の森保監督は JFA 公認の S 級ライセンスを取得し、サンフレッチェ広島の強化部に就任して指導者として活動することになります。まとめ、今回はワールドカップカタール大会で指揮を執った森保監督の高校時代のやんちゃだった素顔やサッカー選手としての経緯などを紹介しました。最後までご視聴していただきありがとうございました。